なかなか悪くない場所だな。来い、来てこれを見ろ。調べによれば、この輸送機関は今井の町を抜けて中山道まで入ったらしい。地方の漁師だけの仕業ではなさそうだな。黒幕の見当は？そう単純じゃないらしい。ここら一帯を治めているのは矢部大名だ。戦が終わってからは上様への忠誠心はほとんど見せていない強力な大名だ。影様かもしれんな。今井の町へ向かった方がいいか。この時期はあの辺りは寒いはずだ。この件は拙者が片付ける。雪殿に話があると伝えてくれ。その必要はない。もう扉の前にいるよ。本当か？何も聞いてないよ絶対。落ち着いて雪殿。隼人殿、外の男に話してくれ。彼が最初の賃金を払ってくれる。じゃあまたな。どこに行ったの？一緒に行っちゃダメ？拙者と一緒に来てほしい。雪殿、君の専門技術がこの任務には不可欠なんだ。どんな任務？ちょっとした盗みだ。うまくやってのけたら我々の部隊に歓迎しよう。そして隼人殿が君を教えるように掛け合ってやろう。本当かい？それなら私の実力を見せてあげるよ。お侍さん、そうしてくれ。では計画を教えよう。兵士たち、ここの人たちじゃないね。同感だ。あれは城下町の警備団の奴らに違いない。さあ、ここに来た目的は覚えているか？ここの地区役所に侵入して重要人物を見つけて、その人から書類を盗む。よくできた。この任務を成功させるには君にはスリとして働いてもらわないといけなくなるかもしれん。あとこれを持っていくがよい。隼人殿に君のために作らせたんだ。これは鍵縄。ありがとう、お侍様。さあ始めようぞ。役所はこのすぐ先だ。大通りは避けた方がよかろう。君には見張りをしてもらいたい。屋根の上を歩いてくれ。拙者はその下をついていく。何か問題があれば事前に拙者に知らせることができるからな。はい、お侍様。完了したら酒の醸造所で落ち合おう。さあ始めよう。行くわ。そう、
静かにね。動き続けて体を温めないと。我ながら上出来。足跡、反逆者たち、矢のようにあなたを狙う刺し足。足跡、裏切り者ね。ちゃんと雲の巣に素敵なメロディー。俺の仕事だ。バッチリな技もらうわね。早く動くのよ。足が冷たい。あれは何だ。誰か隠れているのか。誰かいる。ネズミの。さっと今はっ抜き足。へっ、滑るわ。誰の足。抜き足。こうじゃなくてジャンプして登るの。あ、へっ。足跡。誰の足跡だ。裏、あ、そこにいるのは。すごく、さっと、簡単ね。我ながら上出来。見失うなんてバカバカバカ。動き続けて体を温めないと。滑るわ。ゆっくりと。今行くわ。多分こっちかな。お願いだからこの道にいて。馬車に荷物が乗ったら市場へ向かってくれ。はい、わかりました。今行くわ。すげ、見なよ、酒が届けられぬぞ。ふっ、お侍さん。ここにいたか。心配したぞ、若い娘よ。ごめん、厄介事を持ってきちゃった。さて、どうだろうな。それで何を見つけたんだ。あの男が書類を持ってる。言ってた通り大きな家にいる。大きくて
卑しい侍をたくさん連れてる。後でどうにかしよう。まず屋敷の中に入る必要がある。はい。入るのに二箇所見つけた。一つは北の門、もう一つは南ね。けどどちらも鍵がかけられてる。その鍵があるはず。誰が鍵を持っているか分かりそうか。はい。そこの卑しい侍よ、あの人の鍵が盗んで欲しがってる。中へ登って入り、奴から鍵を奪ったら中に入れてくれ。そしたら中で再会してさらなる計画を話そう。はい、お侍さん。狐が狩り中よ。早く動くのよ。できるわよ。静かにね。静かにして。近道があるよ。道があったと思うけど、どこだっけ。動き続けて体を温めないと。こうじゃなくてジャンプして登るの。ふっ、こそこそと。うわ、滑るわ。うわ、さしやし。近道があるよ。道があったと思うけど、どこだっけ。うん、近道があるよ。誰、小刀さん。あれは何だ。道があったと思うけど、抜き足。どこだっけ。できるわよ。今、行くわ。無理。静かなさん。嫌なサプライズでしょ。あれは何だ。うまくいったわ。誰もいらないんでしょ。いや、さしあし。1人は倒せるが、2人となると拙者1人では倒せぬ。距離を取るのだ、ユキ殿。接近して攻撃してはならぬ。はい。巻いてるわ。雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。早く動くのよ。いいのか。なんてことはない。そこにはいけない。ごめん。私にもらってほしいって。小刀さん、起きてよ。はい。
隠れていよう。足一撃、我らの足跡は気づく。名誉と共に死ねたのだ。ぼーっと立ってるんじゃないの？ゆっくり凍えちゃうわよ。早く動くのよ。足が冷たい。できるわよ。ちゃんと動くわね。鳥の声、雲の巣に足を踏み入れるってね。雪か。もらうわね。なんだか。うん？足跡か。ネズミの。下にいるのは分かってるんだ。どこだ？裏切り者ね。小刀さ、さっと抜き足。静かにして。油断してはならぬのためだ。止まらない方がいいだろう。影様に使えるものどもと考えるか。影様って誰？影なの？それが名前だ。人々を戦慄させ、上様への誠意を破壊せんとするものだ。用心してくれ。すぐに戦うことになるやもしれぬ。はい、お侍さん。ああ、酒だ。おとりは設置した。上様のための刃だ。一杯どうだ、友よ。いいな。寒さでは我々を止めた。向かっている。用心しよう、大と小。忍耐だ。
雪の中じゃ遊べないでしょ。動き続けて体を温めないと。簡単ね。すげえ寒いな。忍びみたい。嫌な雪だ。楽しいわね。そうだな。馬車、馬車。馬車が酒を北の市場へと運ぶ。私たちの向かう場所へ行きたがってるわ。中に入ってみる？いいかもしれるな。我が命、上様に捧げようぞ。そこにいよう。が狩り中よ。ゆっくりと。静かにね。足跡。裏切り者ね。簡単ね。馬車が酒を北の市場へと。そこなら安全だとでも思ってるのか。動き続けて体を温めないと。できるわよ。ゆっくりと。動き続けて体を温めないと。抜き足。足が冷たい。馬車。馬車が
酒を北の市場へと運ぶ。私たちの向かう場所へ行きたがってるわ。出てこ、中に入ってみる。いいかもしれぬな。ゆっくりと動き続けて、体を温めないと。馬車、馬車、馬車が酒を北の市場へと運ぶ。私たちの向かう場所へ行きたがってるわ。中に入ってみる。いいかもしれぬな。静かにね。我ながら上出来。馬車、馬車、馬車が酒を北の市場へと運ぶ。私たちの向かう場所へ行きたがってるわ。中に入ってみる。いいかもしれぬな。メロディー、行くわよ。隠れてんだ。道がないぞ。今の聞こえたぞ。キツネが狩り中よ。我ながら上出来。さあシア、はっ。メロディー、こそこそと素敵なメロディー。足跡、裏切り者ね。誰だ。あそこまで行けないな。ネズミの歯。近道ベルは。分かってるんだ。こうじゃなくて、静かにして、ジャンプして登るの。今行くわ。近道があるよ。抜き足。簡単ね。鳥の声。抜き足。ゆっくり。足跡。すごく鋭いわ。キツネが狩り中よ。簡単ね。早く動くのよ。へっ。我ながら上出来。蛇みたいに巻いて。嫌なサプライズでしょ。抜き足。滑るわ。素敵なメロディー。誰かいるのか。面倒だ。静かにね。嫌な雪だ。あれはバッチリな罠ね。私にもらってほしいって。足が冷たい。こそこそと。うわ、寒い。一撃。任務のために死んでもらう。雪の中を大将、そこにいよう。我ながら上出来。足跡、裏切り者ね。ああ、これが良い。上様のために。足跡を。刀を使うとしよう。
所。馬車が酒を北の市場へと運ぶ。私たちの向かう場所へ行きたがってるわ。中に入ってみる？いいかもしれぬな。足が冷たい。できるわよ。楽しいわね。すげえサミラ。動き続けて体を温めないと。忍耐だ。寒さで我々を止められない忍耐だ。イエイ、やった。今行くわ。足跡、裏切り者ね。簡単ね。見ない足跡。差し足。すごく鋭いわ。楽しいわね。こうじゃなくてジャンプして登るの。サミラ、キツネが狩り中よ。雪の中を前進。足跡をどうにかするべきだ。任務のためだ。そうだな。上様の寒さでは我々を止められない。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。早く動くのよ。嫌な雪。鳥の声。何か聞こえたぞ。紛らわしい。忍耐こそ我らの足跡は気づかれるであろう。出てこい。止まらない方がいい。骨のある敵だ。
鳥の声。嫌な雪だ。今のは聞こえた。さしあし。気を散らしちゃいかん。雪の結晶。我らの足跡は気づかれるであろう。もっと良い道があるに違いない。むむ、雪が鎧の中に上様のための刃だ。任務のために死んでもらう。どこかにはしごはあるか。こそこそと。足が冷たい。楽しいわね。うん、近道があるよ。ふっ、ネズミの歯。動き続けて体を温めないと。できるわよ。足が冷たい。誰かいるのか。やめて、お願い。奴らだ。楽しいわね。すごく鋭いわ。できるわよ。難しすぎる。動き続けて体を温めないと。今日は風がいけつくな。物音を立てずに動こう。足跡をどうにかするべきだ。通ってくれ。もっと良い道があるに違いない。行かないの？さしあし。抜き足。足跡。裏切り者ね。ながら上出来。拙者の役目は明確だ。我々を止められない。拙者では力が及ばない。この仕事を自然にこなせるのだな。いつも盗みをしていたのか。一人だったの、ずっとね。それで誰かが来て
物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかであろう。可能だ。すまぬ。足が冷たい。静かにして、今行くわ。早く動くのよ。ゆっくりと。こそこそと。誰の足跡だ？だうん、静かにして。足を踏み入れるってね。素敵なメロディー。我ながら上出来。こっさし足。素敵なメロディー。いるのか。なんでもないな。今行くわ。
ごくて、ゆっくりと足跡。裏切り者ね。どこに引きやがった？ああ。気のせい。早く動くのよ。今行くわ。キツネが狩り中よ、小刀さん。起きてよ、こそこそと。そう、静かにね。今すごく鋭いわ。やめて。し、静かにね。誰の足跡だ？今、行くわ。我ながら、上出来。動き続けて、体を温めないと。静かに。今行くわ。なんと、誰か隠れているのか。こそこそと。今、行くわ。メロディー、誰かいるのか。行くわよ。足が冷たい。できるわよ。なんだ。滑るわ。さし足、動き続けて、体を温めないと。動き続けて、体を温めないと。滑るわ。すごく鋭いわ。
早く動くのよ。我ながら上出来。なんだ、見ない足跡だな。しっ、なんだかよ。なぞなぞかな。風切り。立ち風。お上様。忍耐あるのみだ。狐が狩り中よ。動き続けて体を温めないと。そう、静かにね。罠。今の超えたぞ。忍耐あるのみだ。通ってくれ。行くわ。マリー、ワナさん、起きてね。し、静かにね。素敵なメロディー。今、行くわ。ネズミの歯。動き続けて体を温める。さあ、しあし。小刀さん、起きてよ。待ってても無駄だ。動き、やめて、お願い。ワナさん、起きてね。クモの巣に足を踏み入れるってね。うまくいったわ。足が冷たい。誰もいらないんでしょ。こそこそと。
嫌なサプライズでしょ。素敵なメロディー。暗闇に隠れているのは分かっている。バッチリのあるね。ゆっくりと。早く動くのよ。楽しいわね。嫌なサプライズでしょ。メロディー、誰かいるのか。行くわよ。俺は騙されんぞ。蛇みたいに巻いてるわ。そう、静かにね。メロディー、嫌なサプライズでしょ。足跡、裏、素敵なメロディー。でも無駄だ。誰かいるのか。バッチリな罠ね。もらうわね。滑るわ。抜き足。静かにして。罠さん、蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。メロディー、俺の仕事だ。行くわよ。足跡だ。うまっ、私にも。静かにして、動き続けて、体を温めないと。我ながら上出来。そこにはいけない。ごめん、足が冷たい。足跡、裏切り者ね。
通ってくれ。ネズミ、まずいわね。小刀。やめて、お願い。なんだかい、侵入者だ。通ってくれ。鳥の声。足が冷たい。今行くわ。楽しいわね。滑るわ。まずいわね。キツネが狩り中よ。動くのよ。雲の巣に足を踏み、メロディー、なんだ、行くわよ。誰だ、やめて、俺を持ちまえ。誰かやめるか。止まれ。動き続けて、体を温めないと。足跡だ。待て。滑るわ。今行くわ。動き続けて、体を温めないと。我ながら上出来。誰の足跡だ。ここにいるのは分かってるんだ。出てこい。雲の巣に足を踏み入れるってね。メロディー、行くわよ。こうして、どこだ。ちゃんと動くわね。さあ、し足。メロディー、雲の巣に足を踏み入れるってね。無理。鳥の声、今。まだよ。素敵なメロディー。今の聞こえたぞ。やめて。どこ。ちゃんと動くわね。足が雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。そう、なんだ、静かにね。俺は騙されんぞ。うまくいったわ。誰も どこ。ちゃんと動くわね。雲の巣に足を踏み、鳥の声。さあ、し足。仕事だ。うまくいったわ。今行く。私に。足が冷たい。蹴られた。誰もいないな。ネズミの抜き足。小刀さん、足跡か。動くな。やめて。そう、静かにね。足跡か。すごく鋭いわ。
静かにね。うん、足跡か。すごい。静かにして。ながら上出来。ワナさん、起きてね。はっ、メロディー。暗闇に隠れているのは分かっている。あそこまで行けないな。闇の中を張ってるのか。バッチリな罠ね。誰もいらないんでしょ。楽しいよね。準備はできておる。任務のためだ。我らの足跡は気づかれるであろう。仕掛けがいっぱい。静かに。そこへ来たな。足跡。裏切り者ね。狐が狩り中よ。侵入者だ。不可能だ。足跡。裏切り者ね。凍りそうだ。逃げられない。不可能だ。拙者にはできない。謎の無理だ。楽しいわね。行くわ。なんでもないな。ネズミの歯。さっと。こそこそと。難しすぎる。ごめんね。早く動くのよ。さしあし。足が冷たい。小刀さん、起きてよ。ながら上出来。滑るわ。誰のだろう。ネズミの歯。動き続けて体を温めないと。抜き足。静かにして。
蛇みたいに巻いてるわ。嫌なサプライズでしょ。裏切り者ね。今行くわ。狐が狩り中よ。熟した。引退だ。思った通り施錠されておる。準備は良いか、ユキ殿。はい。閉まってるってことは鍵がある。鍵は盗まれたがってる。ゆっくりと。静かにして。そう。はっ。早く動くのよ。侍の頭の上に落ちたがってるみたい。今行くわ。を信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。終わり次第報告いたします。凍りそうだ。あ？足が冷め、鍵さんはあるけど、どれを開けるの？急いで。
お侍さんが心配する前に門を開けなきゃ。これで通れるわよ。よし、やったわ。見事だ。隼人殿がお主に可能性を見出したわけもわかる。ありがとう。では共に次の手について話し合おう。任務のためだ。役人は守られていることを忘れるな。これほどの護衛とは戦えぬ。気を引く方法を探すべきであるな。ここに着くまでに二つの木の塔を見た。お侍さんなら壊せますよね。そしたら大きな音が鳴って、書類の男がきっと侍を送って何が起こったか見に来ると思う。突飛な作戦だ。試してみたいな。そうなったら書類を標的から盗むのに十分な時間があるだろう。はい、そして逃げる。ですよね。誰か馬車に隠れましょう。ここから出してくれる？書類の男は悪い人だよね。なら私が手をかけたい。ならぬ。危害を加えてはならぬ。上様は位の高い役人が死ぬのを好まぬ。証拠をつかむまではな。わかりました。では行くぞ、ユキ殿。行きましょう。そこにいよう。向かっている。止まらない方がいいだろう。慎重に進もう。見ないの足跡とかな。見つけてやるからな。そこにいるのは分かっておる。茂みなど拙者の目は騙せん。動くな。そこにいよう。凍りそうだ。雪の中じゃ遊べないでしょ。楽しいわね。猫と鳥、足跡。裏切り者ね。静かにして。足がつぶれないぞ。我が命、上様に捧げようぞ。雪の中じゃ遊べないでしょ。足跡、裏切り者ね。難しすぎる。ごめんね。ネズミの歯。雲の巣、鳥の声。今行くわ。聞こえたぞ。うわ、滑るわ。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。バッチリな罠ね。誰もいる。簡単ね。早く動くのよ。
ロディー。行くわよ。嫌なサプライズでしょ。拙者の役目は明確だ。猫と鳥、鳥の声。我々は超えられない。素敵なメロディー。誰の仕業だ。風だろう。忍耐こそ刀を最強の武器である。そこにいよう。仕掛けがいっぱい。誰だ。紛らわしい風だ。私にもらってほしいって。今行くわ。うん、ちゃんと動くわね。鳥の声。雲の巣に足を踏み入れるってね。風か。今行くわ。誰もいらないんでしょ。狐が狩り中よ。おいお前。ただのかすり傷だ。足跡をどうにかするべきだ。髭が凍っておる。刀を使うとしよう。我らの足跡は気づかれるであろう。拙者では自分やっつけてやれ。カナブ上様。差し足。そこにいよう。ヒゲが凍っておる。慎重に進もう。そこにいよう。止まらない方がいいだろう。任務のためだ。鳥だ。もったいないな。雪か。上様のために。おとりは設置した。立ちかね。どこに置きっぱなしじゃ。一杯どうだ友よ。攻撃されているぞ。
用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。ぼーっと立ってるんじゃないの。凍えちゃうわよ。キツネが狩り中よ。行くわ。静かにして。準備はどうなっている。準備いいわよ。木は熟した。おとりだ。足跡をどうにかするべき。もったいないな。こんなとこに置きっぱなし。風切り。拙者が最も命を奪える技だ。確保。塔の柱など我が刀の敵ではない。この作戦がうまくいけば役人は見張りを送ってくるはず。そこにいよう。上様のための刃だ。雪の中を他の者に知らせろ。最後はあっけなかったな。上様の一撃、うん、任務のため。止まらない方がいいだろう。塔の柱など我が刀の敵ではない。この作戦がうまくいけば役人は見張りを送ってくるはず。立ち風。ああ酒だ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。雪上様のための最後はあっけなかったな。すまぬ。拙者にはできない。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。失敗はせぬ。寒さでは我々を止められない。隠れていよう。いい酒だ。あれは何だ。足りないな。誰か隠れているのか。何一撃。何だ、うん、任務のために死んでもらう。足跡をどうにかするべきだ。
準備はできておる。物音を立てずに動こう。上様のために。刀を使うとしよう。隠れていよう。行かないの？簡単ね。近道があるよ。滑るわ。私にもらってほしいって足跡。終わり次第報告いたします。裏切り者め。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。大丈夫。援軍を呼べ。刀を。上様のための刃だ。上様のために。引退だ。一撃。はっ、拙者はそんなに俊敏ではないぞ。骨のある上様のための刃。我らの足跡は気づかれるであろう。任務のためだ。雪の中を前進。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。近道を探さねばなるまい。大と小。止まらない方がいいだろう。向かっている。引退だ。足跡をどうにかするべきだ。見つけてやるからな。慎重に刀を使うとしよう。そこで向かっている。我らの足跡は気づかれるであろう。止まれ。これは何だ。向かっている。雪の中を前進。誰の足跡だ。一撃。任務は分かっておる。骨のある敵だった。忍耐だ。Thank you.
すまない。足が冷たい。狐が狩り中よ。すぐに対処が必要だ。満足。はっ。我ながら小刀さん、起きてよ。さっと。なんで？さし足。ないわ。ごめん。お願い、助けてください。奴を信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。手配いたします。嫌な雪だ。準備はどうなっている？手配いたします。そうだね、足が冷たい。楽しいわね。へっ、早く動くのよ。どこかにはしごはあるか。むむ、雪が鎧の中に。抜き足。滑るわ。今行くわ。小刀さん。我ながら上出来。いやない。上様のために仕掛けがいっぱい。忍耐こそ最強の武器で止まらない方がいいだろう。何が起きておる。行け、みんなで調べろ。これはしばらくいさ。我らの足跡は気づかれるであろう。こうじゃなくてジャンプして登るの。慎重に進もう。任務のためだ。止まらない方がいいだろう。何が起きておる。行け、みんなで調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。氷
気をつけて、ユキ殿。はい。書類を盗む姿を見られない。悪い男は傷つけない。栄光が待っておるぞ、大と小。裏切り者ね。今行くわ。対処が必要だ。終わり次第報告いたします。すげーさみな。え、こそこそと。対処が必要だ。満足いただけるかと。できるわよ。楽しいわね。誰の足跡だ。確認することもないな。早く動くのよ。簡単ね。奴を信じられるのか。さらに質問をするのがいい。抜き足。手配何時ですか。手配いたします。滑るわ。狐が狩り中よ。足が冷たい。誰の足跡だ。出てこい。凍りそうだ。できるわよ。抜き足。準備はどうなっている。動き続けて体を温めないと。風が冷たいな。ネズミは無駄だ。準備はどうなっている。このウスケラが。満足いただけるかと。動き続けて体を温めないと。手配いたします。静かにして、動き続けて体を温めないと。手配いたします。
困る問題だ。終わらせるようにいたします。すげえサミナ、素敵なメロディー。紛らわしい風だ。ほほう、茂みに隠れているのか。ここは立ち入り禁止だ。止まれ、こんなところにしやすろ。手配いたします。狩り中よ。今行くわ。早く動くのよ。終わらせるように。簡単ね。やっつけてやる。満足いただける。静かにして。ここは立ち入り禁止だ。満足いただける。雪か。こそこそと風が。足跡。裏切り者ね。誰のだろう。出てこい。どうなっている。終わらせるようにいたします。そこにはいけない。ごめん。誰もいないの。我ながら超出来。足を踏み入れるってね。でも困る問題だ。満足いただけるかと。うまくいったわ。他の者に知らせろ。やべの中を張ってるのか。それなら畑は見えません。もう呼べ。手配いたします。できるわよ。足が冷たい。そう、静かにね。何だ。暗闇に来る。満足いただける。雪か。すげえさ。
こそこそと。滑るわ。とても困る。静かにして、動き続けて、体を温めないと。とても困る問題だ。手配いたします。裏切り者ね。準備はどうなっている？手配いたします。滑るわ。さし足。ふっ。こそこそと。道があったと思うけど。さし足。足跡裏切り。準備はどうなっている？終わらせるようにいたします。ここは立ち入り。抜き足。はっ。できるわよ。道があったと思うけど、どこだっけ。簡単ね。メロディー。雲の巣に足を踏み入れるってね。近道があるよ。うまくいったわ。準備は誰も。静かにして。ゆっくりと。足跡。裏切り者ね。とても困る問題だ。満足かと。ワナさん。こんなとこに足跡が。大したことじゃないだろう。満足いただけるかと。キツネが狩り中よ。すげえさ。罠さん、
起きてね。さし足。こうじゃなくて、静かに登るの。早く動くのよ。素敵なメロディー。動き続けて、体を温めないと。とても困る問題だ。満足いただけるかと。鳥の声。準備はどうなっている？メロディー、まだ使えない。ダメよ、まだ時間がかかる。暗闇に隠れているのは分かっている。簡単。鳥の声も面倒だな。うん、まだよ。今の聞こえたぞ。できるわよ。道がないぞ。素敵なメロディー。今なんだ、行くわ。そこまで行けないな。どこだ？メロディー。俺の仕業だ。行くわよ。ネズミはバッチリな罠ね。もらうわ。対処が必要。いや、楽しいわね。よし、滑るわ。次は急いで出るのよ。よくやった、ユキ殿。では急いで馬車へと向かおう。危険から解放してくれる。ふっ。いや、なんでか。なんでもないが。でも困る問題。道があったと思うけど、どこだ。滑るわ。静か。足跡。裏切り者ね。そう、よし、やったわ。静かに、次は急いで出るのよ。よくやった、ユキ殿。では急いで馬車へと向かおう。危険から解放してくれる。ふっ。うわ、滑るわ。そこにはいけない。必要だ。簡単ね。ごめん。こそこそ。静かにして、今、行くわ。こんなとこに足跡が。準備はどうなっている？任務を全うせば。終わり次第報告いたします。すげえさ、みんな。寒い。立ち。向かっている。寒さでは我々を止められない。うん、すぐに近道があるよ。抜き足。動き続けて、体を温めないと。今、行くわ。小刀さん。道があったと思うけど、早く動くのよ。ゆっくりと。
すぐに対処が必要だ。差し足。差し足。狐が狩り中よ。すぐに対処が必要だ。動き続けて、から。動くのよ。そう、静かにね。今の聞こえた。今行くわ。静かにして。狐が狩り中よ。やつを信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。終わらせるようにいたします。ネズミの歯。見ない足跡。小型のさ、起きてよ。か、大丈夫。抜き足。狐が狩り中よ。小刀さん、何か見えるぞ。起きてよ。準備は。静かにして。あれはなんだ。こんなとこに。できるわよ。大したことじゃないだろう。早く動くのよ。動き続けて、体を温めないと。準備はどうなっている。終わり次第報告いたします。小刀さん、起きてよ。誰の足跡だ。今行くわ。騙されんぞ。出てこい。ゆっくりと。足が冷たい。やつを信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。満足いただけるかと。茂みに隠れているのか。やめて、お願い。ネズミの歯。滑るわ。なんだ、見ないでしょ。闇に隠れているのか。すぐ、おい、止まれ。ネズミの歯。小刀さん、滑るわ。起きてよ。ゆっくりと。やめて。ネズミの歯。静かにして。足跡。裏切り者ね。誰のだろう。小刀さん、起きてよ。やめて。やめて。
小刀さん、起きてよ。さっと、今行くわ。今行くわ。ネズミの歯。やべ。やつを信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。満足いただけるかと。すげえサミラ。し、静かにね。滑るわ。そう、静かにね。すごく鋭いわ。静かにして。こそこそと。小刀さん、起きてよ。足が冷たい。滑るわ。とても困る問題だ。手配いたします。蛇みたいに巻いてるわ。嫌なサプライズでしょ。ああ、素敵なメロディー。足はメロディー、行くわよ。誰だ。今行くわ。今行くわ。できるわよ。なんと殺されてる。誰かいるのか。すげえサミナ。とても困る。できるわよ。手配いたします。ちゃんと動くわね。いや、鳥の声。誰かいるのか。足跡。裏切り者に。はっ。できて。とても困る問題だ。手配いたします。蛇みたいに巻いてるわ。嫌なサプライズでしょ。鳥の声。誰かいるのか。やめて。蛇みたいに巻いてるわ。嫌なサプライズでしょ。足跡。裏切り者。鳥の声。暗闇に隠れているのは分かっている。うまくいったわ。誰もいら
みたいに巻いてるわ。が狩り中よ。そこの前。キツネ。動き続けて体を温めないと。雪か。蛇みたいに巻いてるわ。楽しい。我ながら超出来。そう、静かにね。鳥の声。蛇みたいにメロディー行くわよ。いるのか。キツネが狩り中よ。隠れても無駄だ。うまくいったわ。誰もいらないんでしょ。裏素敵なメロディー。なんだ。静かにして。すげえサミラ。バッチリな罠ね。私にもらってほしいって。彼らの足跡は気づかれるであろう。忍耐だ。失敗はせぬ。ただのかすり傷だ。足跡をどうにかするべきだ。忍耐だ。そこにいよう。風が冷たいな。止まろ。隠れているよ。足跡をどうにかするべきだ。寒いな。失敗はせぬ。音を立てずに動こう。我らの足跡は気づかれるであろう。
心しよう。地面が滑りやすくなっておる。雪の中を前進。向かっている。上様のために。猫と鳥。冒険だったわ。盗みの技が良かった。とりわけな。ありがとう、お侍さん。ハヤト殿は才覚のある生徒を喜んで受け入れるであろう。質問していいですか？構わぬぞ。その他の侍とは違いますよね。それは褒めているのか？あ、はい。そう受け取っておこう。では隠れ家へと戻り、書類を調べるとしよう。はい、お侍さん。